はい、ブチギレ UGR です。今日はね、まあ、インスタ俺のことをフォローしてるやつは見たことあるかもしんないんだけど、ストーリーとかでこういう謎のなマジックを祝2万人つって、まあ2万人 YouTube が超えた時だな。あ、こういうなんか舐めたマジックをやって送ってきたやつがいいんだよ。そいつがなんかあのマジック他にも見せたい見せたい、うるさいからまあちょっと時間空いたから今日はちょっと見ていこうかなと思ってんだけども、じゃあ早速ちょっとそいつとスカイプがつながってるからちょっと喋ってくわ。はい、こんばんは。どうもこんばんは、はじめまして、ナイトです。ナイトだな。ナイトがあの毎回、はい、今見せたの以外にもな、毎回送ってきてんだよな。そうです。でナイトはとりあえず坂本と弟子がちょっと打ち合わせしてる感じの声聞いたんだけど、公務員みたいなテンションだけど、お前何者だ真面目すぎないか。マジシャンが本業です。マジシャンが本業なんだな。はい。じゃあなんか今日なんだ、なんか手品いろいろ見せたいっつって、とりあえずもうこっから何やるか分かんないけど、何をすんだ今から。いくつかですね、お藤原さんのためにマジックを用意してきたので、おう、ちょっと見破っていただこうかなと。なんでそんなことしなきゃいけないんだ俺が宇治原さんの洞察力をちょっと試したいなと思いまして。あー、いいだけど、そんな俺ガチで見破るぞ。じゃあお願いします。ぜひ。あ、自信あんのか。あります。あー、じゃあちょっと早速見せてもらえるか。まあ、ちょっとトランプを使うんですけど、うん、ちょっとちっちゃめのなんですけど、ちょっとちっちゃいんで映るかわからないですけど、ちょっとでけえだろマジックに集中しろや小言ばっかり言いやがって、お前見たことないぐらいでかいの出てきたわ今から自由にトランプのマークと数字を心の中で決めていただきたいんです。あ、俺が心の中で思うだけでいいのか。そうです。それとこれが一致したら、これ驚いてくれますか。いや、そんなことは無理だから絶対にじゃあちょっと心の中だけまず決めてください。口に出さなくていいです。だってスカイプで繋いでどこに住んでるかも分かんないやつがはい、想像すればいいのか。じゃあその1個1枚のカードを、はい、それがここに書かれてたらこれは奇跡です。まあそうだな。じゃあ思い浮かべるわ。はい、思い浮かべました。このカード、ああ、ドン、出てけよお前出てけちょっとご挨拶って。ご挨拶じゃねえよお前お前が今やってるの、初対面の人いきなり顔面グーパンチしてんのと一緒だぞお前ね、1アイテムで2ボケしてくんなお前さっさと始めろちゃんとしたマジックを。失礼しました。俺のハートの7はどこ行ったんだよふざけやがって。まあいいわ。そのハートの7をこのトランプで使うんですけど、ああ、裏向きの状態でハートの7を探すっていうのをお見せします。え、どういうことこの状態でよく見ててください。指先の感覚で。ちょっと待って、じゃあお前今ちょっとあれか、もしかしてハートの7ってワード言わなければそのままそっから引いて俺が驚くみたいな流れだったのか。はい、やっちまってんじゃねえか俺俺も笑い星さんにやっちまってんじゃねえかお前大丈夫です大丈夫。いや、いけんのかそれで。この裏向きのカード、これがせーのドン、ハートの7。ええこれどうなってるでしょうか。キモじゃあまず感情の処理からだよ、どうなってるかじゃなくてありがとうございます。どういうこと。裏向きの状態で探しました。書いてあんだろなんかそれ裏に裏に印があって分かるっていうことですか。そうだよ、裏から見て。でも実はですね、おこれを選ぶともちろんダメだったんですよね。おこれを選んでもダメなんです。実は宇治原さんにハートの7って言ってもらおうと思ってました。ですからそれ以外のカードは最初からないんです。キモいキモいキモいどういうこと。ハートの7だけしか今日持ってきてないんです。実はカード本物じゃんありがとうございます。趣味程度のやつじゃねえじゃんどういうこと。全くわからん、はい、よかったです。いや、ちょっとなんか良かったですのさっきの緊張した声とは違ってちょっと温度が出てきたな成功したんで良かったです。え、
いやダメだよ、こんな喋ることなくなっちゃうタイプのマジックやったの。すいません、すいません、すごすぎるだろ。これはもうじゃあ当てれなかったからもう教えてもらえないんだな、種は。さすがにそうです。ふざけんなよ。いやちょっとこのままだとただお前がすごいだけになってんじゃないか。もう一つちょっと何個かある。 あんのか。じゃあ絶対1個は見破ってやるよ。実はですね、ああこれお昼ご飯なんです。私のお昼ご飯、はい、テイクアウトの時期なんでお昼ご飯ここに入ってます。ああ実はこのメニューがですね、ああちょっと見えるか分からないんですけど、カツカレー。あ、見えてよかったです。でですね、いろんなのがあるのだけ見てほしいんですよ。マルゲリータだ、ピザマンだな。そうです、アラビアタ、バンビーノとか、こんな感じで、うん、これはツナサンドとか、はいはい、まあ、卵サンドとかいろいろあるんです、うん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 、今から弾いていくのでストップと言ってほしいんです、うん、そこのメニューがここにあったらこれは奇跡じゃないですか。いやいや、もうマジックだよそれは。奇跡。まあ奇跡。奇跡って言いたいのは奇跡だな。確かにそれであったら奇跡は奇跡だぞ本当に。そうで、よくスピードよくね、勢いよく弾く人がいるので、めちゃくちゃゆっくり弾きます。うん、そうだな、ゆっくりの方がいいわ。はい、ゆっくりいきます。ストップ。ここでいいですか。そこでいい。ここ。もう絶対そこだぞ。チキンサンド。よくわかんねえサンド来た。鶏肉のサンドですか、ね、ああこれがここにあったらもうこれは奇跡です。ちょっと待てよ、なんかアルミに包まれてますね。え、間違いなくドン、これチキンサンドのおもちゃだったんですけどね。んチキンサンドが入ってたというマジックです。いやちょっと、ちょっと待って、ちょっと待って、その、はい、あのおもちゃのせいでなんかちょっといろいろなんかややこしくなっちゃった。まずその なんていうかそのチキンの証明をしてくれよ。サンドは証明できてるけど。いや一応チキンサンド。いや今のはちょっと俺は。でもまあ待ってよ、カレーとかもあったらカレーになってたっていうことだもんな。そう、一応これちょっとチキンサンドっぽくないですか。これチキンサンドです。うわ、チキンサンドだ。えチキンサンド。いやまあそうなんだけど、もういいや、一回そんなチキンサンドあるわけないだろうはいいわ、一回もう合ってるっていう方面にだけ注目するから、はい、完全にね予言されてました。次行ってくれ。何もわからない。ちょっとですね、まあカード使うんですけど、でですね、ジョーカーを使います。ああ、でジョーカーとこんなの使います。透明のケースですね。こっち透けてるのわかりますか。ああ透けてんな、指見えるわ。はい、半透明のケースと、あともう一枚、予備のカードなんですけど、ああ、白いカードがトランプに入って、いやもう嫌いだよ俺その白いカード。先ほども出てきました。でこんな感じで、ああ入ったな。ああ、これ振るとですね、なんとなく、お、なんか、ん、お、なんか、一回手品どうこうじゃなくてどこで印刷してんのか言えよ。んで俺が一番髪の毛切りたてみたいな感じの。そうですね、見せなくていいよちゃんと。毎日見てんだよ鏡で。あ、そうね。で何をするかっていうと、この宇治原カードがどこにあるかを当ててほしいんです。当てる、はい、ゲーム感覚のマジックというか、これを当てればいいんです。ああそれだな。うん、これはハズレです。うん、一番最初に置いたぞ絶対に。うん、今3番の位置だぞ。どこでしょうか。3番に決まってんだろ。ここ。ああ。あ、すいません。ここなんですよ。あと1回だけ行きますね。どういうこと？そこまで言うな。これ置いて。お、置いた。これどこですか。真ん中に決まってる。真ん中に決まってる。ちょっと待てよ。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやいや、あの答える時間をもうなくしてんじゃねえかよお前。あ、もう無理ですねじゃないんだよ。どうなってんだよ。だって何枚かありゃなんかうまく入れ替えたとかできるけどな。どういうこと。3枚だけで。あ、お手上げ、お手上げ、お手上げ。わからんわからん。なんだ今度は。実は折り紙が趣味で、おう、これ折り紙を4等分に切ったものだと思ってください。はいはいはい。でこれがまあ予言です。予言の封筒を一応見える位置に置いておきます。おう、で実はこの折り紙、特殊な折り紙で、おう、これいやいやお前さ4分の1宇治原いらねえんだよ。いろんな4分の1宇治原が入ってます。おう、いや本当だ。いやいやいや、俺の亮太とインスタに載せてる俺の10代の写真まで持ってんじゃねえ。で俺がそっくりな小人図鑑も入れるなそこに。いろいろ入ってます。パイナップルまで入ってんじゃねえ。今たまに坂本さんも入ってます。なんでだよ。今いろいろあります。でこれをどうすんだよ。今から配っていきます。おう、好きな時にストップって言ってください。ストップ。ここでいいですか。ああ、そこでいい。で先ほど4等分にしたって言ったじゃないですか。おう、なのでこの4つの破片をまたこんな感じで4つに配ります。おう、たまたま上に来た破片、おう、たまたま上に来た破片を使います。ここと、おう、ここです。おう、たまたまだよ。まあ確かにたまたまだったな。うん、見てみましょうか。お、こんなパーツですね。うわ、2枚目ドン。あら、これちょっと屋根の感じなんですよ。いやいや、もうこれ、ええこれ実は4枚とも、おい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 。ミスるにしても、ミスるにしても一番ダメなの出てんだろ。坂本さんが出ちゃいましたね。なんで坂本なんだよ。あ、そっか、どうしようかな。どうしようかなじゃないよ。どミスってんじゃねえかよ。一応予言だけ見とくと、これちゃんとこの写真を入れといたんですけど、上原さんの。あ、合ってましたね。合ってるんだろうなっていう怖い予感はしてたけど。どういうこと？どうやってやってんだ？ちょっと予想がわからなすぎ。ちょっとわかるか？マジでわからない。偶然だよ。今の偶然だよ。偶然です。いや偶然なわけないよ。普通のように見えたじゃん。いや見えたけど本当に偶然だったら怖いよ。ちょっとまずいな、このままだと一個も何の手がかりもないな。じゃあまあ最後なんですけど、これさっきからこのカードが実はちょっと気になってまして、ああ、あんまパチンってやるな俺の顔。ふざけんなお前、癖なんだろうけど。あの普通のカードゲームにも使えないじゃないですか。当たり前だろ。何においても使えねえよこんなの。なのでこれを普通のトランプに戻して最後綺麗に終わりたいと思います。戻す？はい。例えば何でもいいんですけど、あ、4ですね。クローバーの4で擦るとこの宇治原カードがクローバーの4に変わります。なんでだよ。マジで。よく見ててください。変わってない。変わってない。あ、いやお前なんかの病気の宇治原みたいになってんじゃねえか。顔にボツボツできちゃったやつみたいになってんじゃねえかよ。そうですね、ちょっとじゃあもうしょうがないんで、例えばこれクローバーの10です。あ、ちょっとクローバーやめてくれよお前。どうなってんだこれ。ハート、ハート来ましたね。いやいや、ちょっとハートもなかったわ何にせよ。ちょっとめんどくさいんで指を、なんだめんどくさいって。3回鳴らすと怖い怖い怖い。
やいやいやあのさ、はい、本当にもう申し訳ないけどマジックの凄さじゃなくてもうそれを自分で作ったわけだろ。あのそっちの方が怖いんだよ。あしかももうそのキングとかに映ってる俺もうタトゥーだらけでアメリカのめちゃくちゃ怖いラッパーみたいになってんじゃねえか。なんだこれ。よかったです。よくねえよ別に。すごいもうガチのプロってことかじゃないとは。そうです、プロマジシャンでやってます。すげえな。よかったです。なんで顔は今日出しちゃダメなんだよ。ちなみにあんまり顔出しはしてないですね、オンラインでマジックするとき。いや顔出ししてないやつが人の顔はそんなに簡単に使うんだな。一貫性がないやつだな。自分良ければ全てよしの人じゃねえか。すごいな。ちょっといつか大規模なマジックを一緒にやってもらえるかじゃあ。もし武道館でライブとかしたら、あ、いいですね。あの俺の登場でもうマジックで登場みたいなのいけるか、はい、大掛かりも考えようと思えばいけんのか。いけます。完璧だな。ありがとうございます。じゃあもうちょっと実質あの GG チャンネルのマジック担当っていうことでいいな。はい、ありがとうございます。ありがたく。じゃあもうマジック系の仕事があるときにはもうお前がメインで頑張るって形になるぞ。わかりました、任せてください。すごいわ。マジック担当。いやわかんない、俺も何言ってるかよくわかんないけど。いやちょっとすごかったな。よかったです。ちょっともういいわ、切っていいか。いやすごかった、ありがとうな今日。ありがとうございました。はい、じゃあな。はい、ありがとうございます。はい、ということで今のがマジシャンナイト。まあちょっと悔しいけど一言、お見事でした。ありがとうございました。